はい、皆さんこんにちは、山根健一ですよ。こんにちはというより、もう今時間が朝の4時19分朝の4時19分なので、おはようございますですね。皆さん少し遅いですが、明けましておめでとうございます。去年もいろいろとお世話になりました。今年もよろしくお願いしますね。実はね、例の、アンチ山根の、介護士というね、人間がいるんですよ。ここ数年、もう3年ぐらいですかね、掲示板2チャンネルを中心に爆災ホスラブでね、もう毎日毎日ね、朝から朝6時にきっかり起きてね、朝から夜中まで、もうアンチ山根史上一番ですね、捏造中傷、誹謗中傷、名誉毀損、などね、あとはったり書き込みをね、永遠ともうね、毎日欠かさず繰り返しているアンチ山根の介護士っていうのがいるんですよ。でこれがね、どんな人物かっていうとね、これはちょっと私と以前実際にリアルでしがらみのある人間で、会ったことはないんですけども、以前ね、私が某キャバクラで少し付き合ってた世界一級のね、絶世の長身美女であるキャバ嬢が、いて、その子と、まあ、少し付き合ってたわけですよ。だけどその女のね、お客さんなわけ、そのこの介護士っていうのが。でこいつは横浜名物のね、キモカモ客で有名なやつでね、自分より年上なんだけども、多分50代かな。でまあその私がちょっと付き合ってたその R っていうキャバ嬢本人から聞いてるんだけど、以前聞いたんですけど、私とその子の関係を嫉妬してね、もう悪口を相当その女に吹いてる、あと掲示板にも書き込みしてる、捏造悪口をね、散々その女アート掲示板に書き込みしてるのもその女から聞いてるわけですよ。まあそれは山根ブログにも以前書きましたけどね、山根をこの店から出禁にしろだの、山根と付き合うなら俺と付き合えだのね、気持ち悪いこと言ってね。で結局そいつはただのもともと客で、で私は少し付き合っちゃったわけ。それともう一人ね、例の桜木町の例のね、 N っていう世界一級長身絶世美女キャバ嬢、例のパラオに行った彼女ですよ。この子とも、前に客だったみたいでね、でそのこともすごく、嫉妬しちゃって、要するに2人のキャバ嬢を僕に取られちゃったわけですよ。だからそれが面白くなくて恨んでてトラウマで、そっから3年間ずっとね、もう掲示板に粘着して常駐して張り付いて、もう女の腐ったのみたいにね、ぐちぐちねちねち自分のね、劣等感から来るね、不細工でモテないね、不細工で取り柄なしでモテない女ひでりなもんだから半端ないんですよ、執着心というか執念深さがね、私に対しての恨みがね。で私もほら以前山根ファンの方からね、
メールいただいて、で例の長津田駅、こいつの地元の長津田駅で喧嘩の待ち合わせっていうことでね、 YouTube にも上がってますけどね、一回長津田駅で待ち合わせして、証拠も出てるけどもこのハンディカムで撮影したから、で見事にバックれたわけ、こいつと待ち合わせして、ブログにも書いてありますけどね。それでそれ以降もずっとやめないから、ブログで2回ぐらいこいつに対して呼びかけてね、恫喝して訓録記事でね呼び出して、待ち合わせして喧嘩するね話をブログでも書いてるんだけど、一向にね何事もなかったかのようにね、その件はスルーしてね、いまだに特徴ある文体で掲示板にずっと書き込みの嫌がらせをしてるわけ、捏造でね、貼ったりと捏造で、まだずっと書き込み終わらないわけですよ。でさっきね、また山根ファンの方からメールいただいてね、なんかその山根ファンの方と2チャンネルでこいつがまたバトルになって、で僕の複数のうちの一つの自宅の近所にねガストがあるんだけど、そこに今から待ち合わせになってるんですよ、こいつと介護士と。ですんでね、今から行ってきますんでね、でいたらね、まあこいつの今までの、自分に対しての下手打ってる落とし前の誠意次第だけどもね、こいつが生意気な態度取って喧嘩やるっつうならね、怠慢でもなんでもね、抗争でもね、この野郎ね殺す勢いでね、まあもう二度とね掲示板に書き込みができない体にねしちゃいたいと思いますね。では今からね、ガストに行きます。これうちのマンションのね入り口のドアね、相変わらず寒いですね。まあ冬だからね、寒いけど、まあ例年に比べると今年の横浜は、まあ全国的にだけども、まあ暖冬でね、そこまで寒くはないですけどね今ね。それで、僕もねほらブログでお正月アップしたように、例の運勢がねちょっと大錯覚で良くない運勢で、あんまり記事通り書きましたように、おとなしくしてなきゃいけない、新しいことに手を出してはいけないね、トラブルとかもね控えなきゃいけないんだけど、どうしてもこの野郎だけはねアンチ一番、アンチ山根史上一番しつこいんですよ、掲示板で一日中ね掲示板に体取られてね、俺のためにね、もうデタラメね、あべこべね、おちょくりね、ずっとね誹謗中傷続けて、止まらないわけですよこの野郎は。だからもうねちゃんと会ってねどうにかしないとねダメなんでね、でこいつがいたらいたらだし、バックれたらバックれたでね、もうね恥ずかしくて二度と書き込めないと思いますしね。さあガストに着きましたよ。まず入り口、周辺、これ周辺、はい、まず誰もいません。
ね、次中に入ってみますね。で、いつも通り日付と時間、この証拠もね出しますからね。はい、これ入り口ね。中にいるかな。さあ、さーてと、ボクちゃん、ボクちゃん、ボク、これがね、レジですね。介護士のボクちゃんいるかな。はい、まあこの時間だからね、お客さんはねまずいないですね。はい、あ、これ店員さんごめんなさい、顔を映さないんで。はい、中にこれ入って、これガストの中。はい、お客さん誰もいませんね。介護士もいないですね。はいね、高齢の方一人だけね、どう見ても介護士じゃないね。ちょっとね、一回カメラ置きます。ちょっと待ってね、ちょっと訳ありなんですいません、すぐ終わりますんで、すいません、ごめんなさい、ちょっと訳ありなんですいませんね。はい、お待たせしました。ね、なんか、今ね、例の山根ファンの方がね、またメールしてくれてね、介護士はね、もう2チャンネルでここに来てると、また嘘のはったりこいてるみたいですよ。ね、僕はね、今ね、ガストにいて、ハンディカムで証拠取ってるんでね。証拠ね。はい、じゃあそしたらこれから、今から日付とお時間、ね、証拠出します。すいません、ちょっといいです、ごめんなさいね。何でしょう。ちょっとごめんなさい、顔写しませんから、顔写しません。分けられというのは、あ、顔写しません。ちょっと店内の撮影の、あ、分かりました。じゃあもう切りますんで、はい、はい、今日すいません、今何月何日か教えてもらいたいんですよ。1月の27日の、はい、時間、水曜日ですね。今4時33分。はい、どうもありがとうございます。じゃあこれで、カメラを切り、撮影を中止したいと思います。すいませんです。はい、皆さん、一応ね、ちょっと店のね、外もね、一応ね、外野とかヤジ馬もいる可能性もあるんでね、店内、外も映します。はい、誰もいませんね。はい、で最後ね、
僕の、ここに僕がね、来たという証拠で切ります。ちょっと待って、はい、これで僕が、ガスト、待ち合わせのガストに、平成28年、お正月の1月27日水曜日、4時過ぎから4時35分までね、待ち合わせしたね、介護士と待ち合わせしたガストに来た、証拠、これをね、また証明して、この野郎の、嘘つきの2ちゃんのレス、今回この待ち合わせして来てるっていうね、嘘つきの2ちゃんのレス、それと今まで3年間毎日続けてる、捏造中傷誹謗中傷ね、これもね全てね嘘やハッタリっていうのはもともと分かってるけども、これでますますね信憑性も説得力も効力もなくなりました。はい、この野郎は、こういう口だけの臆病者の腰抜けです。ただの愉快犯ハッタリ野郎ね、ただね例のあのキャバ嬢2人にね、こいつがね俺のね捏造悪口吹いてんのもね、掲示板で散々書いてんのも本人たちから聞いてるから、この野郎はねいずれね何らかの形でね処分しないとならないやつなんでね、この野郎はね何らかの形で捕まえてね、まあ更新所でも法的手段でもね、私の取り巻き使ってもまあいろいろな手段何らかの形でとにかく見つけ出して、私なり誰かが捕まえてけじめ取らないとね、この野郎はね許せないんでね、まあ例のね、前回の海老名のね、あの時のね相手の犯人はね、ここ最近はもうねおとなしくなってね書き込みしてないみたいなんですよ。まあんでだいたいその犯人、相手の犯人が誰だかっていうのもいろいろな状況証拠で見当つきました。その海老名の待ち合わせの犯人、自称海炎っていうね人間ね、あれもだいたい誰だか見当ついてるんでね、まあただ決定的な証拠はないけども、ここ最近あいつも書き込みしてないんで、あいつのことはもうあまりね今気になってないんだけども、今回このね介護士の野郎だけはね、まあ今回こういう状況だけどもまだ多分書き込みするようなタイプなんですよ、掲示板に。だからねなんとかねこの野郎をねしないとね納得いかないんでね、それだけはねお前覚えておけよ介護士な、分かったか。こら俺もね3年間はねおとなしくしてないとねいけない身なんでね、あんまね怒らせんなよこの野郎、分かったのかよヘタレ介護士この野郎、おい。そういうことでね、とりあえずね放送は、店内の店員さんにもね、NG と言われてるので中止します。それでは皆様、今後とも私山根健一の応援を、山根ファンの方々はこれからもよろしくお願い申し上げます。それでは失礼します。